皆さんこんにちは。ジャパンの品格へようこそ。今回はロックンロールの女王と呼ばれた伝説的歌手ティナ・ターナーにまつわる驚くべきエピソードをお届けします。力強い歌声と圧倒的なステージパフォーマンスで世界中の人々を魅了し、数々のヒット曲を生み出したティナ・ターナー。しかし、その華やかな姿の裏には想像を絶する苦難の歴史が隠されているのです。人種差別が依然として強く残るアメリカでは、黒人は日常生活のあらゆる場面で差別を受けることがあります。彼女もまたこうした差別を受け、その傷は音楽の世界で成功を収めた後も完全に癒えることはありませんでした。そんなティナ・ターナーがある日本での出来事をきっかけに自身の価値観を大きく変えることに。それは彼女が長年抱えてきた心の傷を癒す驚くべき経験だったのです。一体日本で何が起こったのでしょうか。今回はティナ・ターナーが日本で体験した衝撃的な出来事と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。人種差別と DV を乗り越えて、ティナ・ターナーが見出した日本の神髄。ティナ・ターナー、本名アナ・メイ・ブロックは1939年11月26日、アメリカのテネシー州ナットブッシュで生まれました。幼少期から歌うことが大好きだった彼女は、教会の聖歌隊で歌うことでその才能を磨いていきました。16歳の時、彼女は地元のナイトクラブでアイク・ターナーと出会います。アイクは彼女の才能を一目で見抜き、バンドに誘いました。そこから2人の音楽的パートナーシップが始まり、後に結婚することになります。1960年代、アイク&ティナ・ターナーレビューとして活動を始めた2人は、プラウド・メアリーなどのヒット曲を生み出し、一躍スターダムにのし上がりました。しかし、華やかな表舞台の裏では、アイクによる激しい DV が日常的に行われていたのです。16年間に及ぶ苦しい結婚生活の末、1976年、ティナ・ターナーは勇気を振り絞ってアイクの元を去ります。わずか36セントと給油用のガスカードだけを持って逃げ出した彼女は、文字通りゼロからのスタートを切ることになりました。離婚後、ティナ・ターナーは借金を抱え、子供たちを養うために小さなクラブでの公演やテレビ出演で何とか孤高をしのぐ日々が続きました。しかし、彼女は決して音楽への情熱を失うことはありませんでした。そして1984年、45歳になったティナ・ターナーに転機が訪れます。アルバム「プライベート・ダンサー」が大ヒットし、見事なカムバックを果たしたのです。ホワッツ・ラブ・ゴッド・トゥ・ドゥ・ウィズ・イットは全米1位を獲得し、グラミー賞も受賞しました。ティナ・ターナーはロックの女王として世界中で絶大な人気を博すことに。人種差別、家庭内暴力、経済的困窮など全てを乗り越えた彼女は、50代60代になっても精力的に活動を続けました。2009年には70歳でのワールドツアーを成功させ、その圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了。ティナ・ターナーの人生は決して諦めないことの大切さを私たちに教えてくれます。彼女は自身の経験をもとに DV や人種差別の問題にも積極的に取り組んできました。そんな彼女が日本での経験を通じて新たな気づきを得ることになります。人種や性別、年齢を超えて人々を魅了してきたティナ・ターナー。彼女の人生に日本での出来事がどのような影響を与えたのか、そのドラマチックな展開にこれから迫っていきましょう。黒人には似合わない、世界的歌手が日本で受けた衝撃の差別発言。ティナ・ターナーの日本との縁は彼女の音楽キャリアと深く結びついています。1985年、彼女はプライベートダンサーツアーの一環として初来日を果たしました。日本のファンの熱狂的な歓迎にティナ・ターナーは心から感動したそうです。それ以来、ティナ・ターナーは何度も日本を訪れています。彼女にとって日本は単なるツアーの目的地以上の意味を持つようになっていました。日本の文化、特に人々の礼儀正しさや思いやりの心に彼女は深く魅了されていたのです。2008年、69歳になったティナ・ターナーは最後となる可能性が高いワールドツアーの一環として再び日本を訪れました。このツアーは
彼女のキャリアの集大成とも言えるもので、世界中のファンに感謝の気持ちを伝える意味もありました。日本公演を終えたある日、ティナ・ターナーは東京の高級ショッピング街で買い物を楽しんでいました。彼女の目にあるブティックのショーウィンドウに飾られた美しいワンピースが飛び込んできたのです。淡いピンク色の生地に繊細な刺繍が施された、まさに彼女の好みのデザインでした。これ素敵ね、とつぶやきながら店に入ったティナ・ターナー。店内にはすでに数人の客がいましたが、皆自分の買い物に夢中で、彼女の存在にはあまり気づいていないようでした。ティナ・ターナーがワンピースを手に取り、鏡の前で合わせて見ていると、突然後ろから冷たい声が聞こえてきました。まさかそれを買うつもりじゃないでしょうね。振り返ると、そこには高慢な表情の白人女性が立っていました。ティナ・ターナーが答える前に、彼女はさらに言葉を続けました。あなたみたいな黒人には似合わないわ。そんな汚い肌で、こんな上品なドレスを台無しにしないで。その言葉を聞いた瞬間、ティナ・ターナーの心は凍りつきました。今まで数えきれないほどの差別や偏見に直面してきましたが、このような露骨な人種差別を受けるのは久しぶりだったのです。特に安全だと感じていた日本で、このような経験をするとは思ってもみませんでした。ティナ・ターナーは深く傷つきましたが、冷静さを失わないように、あなたの意見は聞きません。と静かに、しかし毅然とした態度で返しました。しかし、白人女性は止まる気配がありません。あなたみたいな人が入ってくるなんて、このお店のグレードが下がるわ。さっさと出て行きなさい。あなたは美しい。ロックの女王の心を癒した日本人店員の言葉。白人女性の言葉にティナ・ターナーの怒りが爆発しそうになりました。彼女が反論しようとした時、予想外の出来事が起こったのです。日本人の女性店員が2人の間に入り、まず白人女性に向かって丁寧にも毅然とした態度で言いました。お客様、大変申し訳ございませんが、他のお客様に対する差別的な発言はお控えください。このようなことが続くようでしたら、ご退店いただくことになります。白人女性は憤慨した様子で店を出て行きました。その後、店員はティナ・ターナーの方を向き、深々と頭を下げながら言いました。大変不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません。このワンピース、お客様にとてもお似合いです。よろしければ他のお色もございますので、ご覧いただけますか？ティナ・ターナーは言葉を失いました。彼女はこれまで世界中を旅してきましたが、このような対応を受けたのは初めてだったのです。店員の毅然とした態度と、同時に示された思いやりの心に、彼女は深く感動しました。一方、ティナ・ターナーは店員と一緒に、様々な色のワンピースを試着しました。店員は終始丁寧で、ティナ・ターナーの肌の色を美しいと褒め、それぞれの色がどのように映えるかを熱心に説明してくれました。最終的に、ティナ・ターナーは最初に目に留まったピンクのワンピースを購入することに。レジで会計を済ませた後、店員は再び深々と頭を下げ、こう言いました。本日は誠にありがとうございました。お客様のような素晴らしい方にご来店いただき、私どもは光栄です。このワンピースがお客様の素晴らしい思い出の一つになりますことを心よりお祈りしております。店を出たティナ・ターナーの目には涙が光っていました。彼女はこの経験を通じて、日本のおもてなしの心に触れ、人種や肌の色に関係なく、一人の人間として尊重される喜びを感じたのです。この出来事は、ティナ・ターナーの日本に対する思いをさらに深めることになりました。同時に、彼女の中に長年積もっていた人種差別への苦しみが、少しずつ癒されていくのを感じたのです。差別の苦しみを癒した日本の思いやり、ティナ・ターナーの心の奇跡。ティナ・ターナーは、日本の洋服店での出来事を経験した後、ホテルに戻ってからも長い間、その日の出来事について考え続けていました。彼女の心の中で様々な感情が渦巻いていたのです。まず白人女性から受けた差別的な言葉に対する怒りと悲しみがありました。ティナ・ターナーは長年、このような差別と戦ってきました。世界的なスターになった今でさえ、肌の色だけで判断されることに深い悲しみを感じずにはいられませんでした。
しかし、その悲しみを上回る感動が彼女の心を満たしていました。日本人店員の対応は、ティナ・ターナーにとって予想外のものでした。差別に対して毅然とした態度を取りながらも、ティナ・ターナー自身に対しては深い敬意と思いやりを示してくれた。この経験は彼女の心に温かい光を灯したのです。ティナ・ターナーは自分の肌の色を美しいと言ってくれた店員の言葉を思い出しました。長年自分の肌の色をコンプレックスに感じてきた彼女にとって、この言葉は心の奥深くまで染み渡るものでした。私の肌の色は決して恥ずかしいものじゃない。むしろ私を特別な存在にしてくれるものなんだ。この気づきはティナ・ターナーの中で少しずつ大きくなっていきました。日本での経験を通じて、彼女は自分自身を新たな目で見つめ直すようになったのです。またこの出来事はティナ・ターナーに人々の中にある善意を再認識させました。日本人店員の行動は、世界にはまだまだ思いやりのある人々がたくさんいることを彼女に教えてくれたのです。一人の勇気ある行動がどれほど大きな影響を与えるか、私もその店員のように差別に立ち向かう勇気を持ち続けなければ。ティナ・ターナーは自分自身の使命感を再確認しました。彼女は音楽を通じて常に人々に勇気と希望を与えるだけでなく、文化の多様性の美しさを伝えるべきだと感じたのです。私たちは皆違いがあるからこそ美しい。その違いを認め合い、尊重し合うことで、世界はもっと素晴らしい場所になるんだ。この考えはティナ・ターナーの中で新たな創造性の源となりました。彼女はこの経験を自身の音楽や活動に反映させていくことを決意したのです。日本での経験はティナ・ターナーの自己肯定感を高め、人々や世界に対する見方を変える大きなきっかけとなったのです。この経験は彼女の残りの人生と彼女が世界に与える影響に計り知れない影響を与えることになりました。世界が称賛。ティナ・ターナー騒動で再評価された日本のおもてなし力。ティナ・ターナーは日本での経験をアメリカのトーク番組で語りました。この内容は世界中で大きな反響を呼び、SNS や海外メディアではこの出来事に関する様々な意見や感想が飛び交いました。ロックの女王、日本で差別と思いやりを経験といった見出しで、この出来事を詳しく報じ、世界中で依然として人種差別が存在することへの警鐘を鳴らしつつ、日本の店員の対応を称賛しています。アメリカのテレビ司会者のオプラ・ウィンフリーは自身の SNS で、ティナの経験は私たちに人種の壁を越えた思いやりの重要性を教えてくれる。日本の店員さん、あなたの行動に感謝します。とコメント。中国系アメリカ人チェリストのヨーヨーマは、文化の違いを超えた理解と尊重、音楽と同じように、それは世界をつなぐ力を持っている。と SNS で投稿しました。海外からの反応の多くは、日本人店員の差別に対する毅然とした態度、被害者への思いやりと敬意、そして文化や人種の違いを超えた平等な対応を称賛するもので、日本人店員の行動を見習うべきだというものでした。ティナ・ターナーがテレビ番組で語った出来事は、人々の人種差別への関心を高め、同時に日本のおもてなし文化や対人関係のあり方にも関心を寄せるきっかけになったのです。人種差別は単に個人の偏見の問題ではありません。それは歴史的、社会的、経済的な要因が複雑に絡み合った結果生まれる社会問題です。そして差別や偏見は往々にして無意識のうちに生まれます。しかしそれに気づき、立ち向かう勇気を持つことで、私たちは社会を少しずつ変えていくことができるのです。日本人店員の行動には、差別を受けた相手の立場に立って考え、その人の尊厳を守ろうとする姿勢が見られました。店内での差別に気づいた店員は、勇気を持ってそれに立ち向かい、ティナ・ターナーに対して彼女の持つ美しさを認めるように関わりました。日本人店員が示したおもてなしの精神は、単なるサービス業の技術ではありません。それは相手の立場に立って考え、その人の尊厳を守ろうとする深い思いやりの心なのです。この精神を私たち一人一人が日常生活の中で実践することで、世界はより温かく、互いを尊重し合える場所になっていくでしょう。ティナ・ターナーの日本での経験は、
私たち一人一人が日常生活の中でどのように行動すべきかを示す貴重な教訓です。日本人店員がしたことは彼女の日常であり小さな行動かもしれませんが、差別に傷ついたティナ・ターナーの心に寄り添い勇気づけ、彼女の人生を変える大きな一歩になったようです。もしかしたらティナ・ターナーが70歳を超えてもなおステージに立ち続けたのは、あの時日本人店員に受けたおもてなしが原動力になったのかもしれません。どんなに厳しい状況に直面しても諦めずに前を向き続ける勇気、そして思いがけない場所で思いがけない人から受ける思いやりが人生を大きく変える可能性があるということを彼女はテレビを通して伝えたのです。ティナ・ターナーが日本で経験したおもてなしの心を世界中の人が受け継ぎ、一人一人が意識できれば差別のない世界が実現するのも夢ではないのかもしれません。私たち一人一人の思いやりの心がより良い社会を作り出す力となることを信じています。今日からでも私たちにできることから始めてみませんか？今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。